はい、速稼塾の久保でございます。今回ね、山ちゃん食堂の山ちゃんから白菜たっぷりの中華丼、こちらのレシピが送っていただきました。とっても分かりやすい動画で美味しそうな、中華丼がね、できる模様が送られてきたんですけども、いや、いいですね、分かりやすくってね。それから白菜のことをね、結構前半で語られていて、白菜のその特質っていうのがね、よく分かる内容になってます。本当に素晴らしい動画だと思います。さあ、ここでですね、私なりのアドバイスをさせていただきたいんですけども、もうね、この動画を見たらどうしても白菜が食べたい、どうしても中華丼が作りたい、食べたいっていうふうに思っていただくためには、すでにね、つかみのところでね、あ、自分はこんな悩みがあったんで、この動画を見なくちゃっていうふうに思わせる必要があるんですよね。となると、タイトルとサムネイルにどんな工夫を凝らすかってことになります。例えばタイトル、白菜たっぷりの中華丼ってのは分かるんだけども、白菜をたっぷりで食べるとどういった自分にメリットがあるのかな、効果があるのかなってことが分かると、あ、自分に必要な動画じゃんって思っていただくことができます。で、反面ですね、この動画が必要ない方は最初から見ないっていう選択ができるんですよ。で、この動画どんなかなと思って見て、で、なんか自分にはあまり意味がないなと思ったら、もう二度とこの動画、それからこのチャンネルが見られなくなる可能性が高いんで、自分に不要だなと思ったらクリックをしていただかないような工夫っていうのをね、織り込むことができます。ここまでちょっとまとめますよ。タイトルとサムネイルで、この動画がどうしても必要だっていう方に見ていただいて、まあ、この動画今回はいいかなって方にはもうね、1秒たりとも無駄にしないように、そのクリックをさせないっていう風な、そんな工夫をすることができるんですよね。さあ、そうなると、白菜たっぷりだとどんないいことがあるのかなってことをね、タイトルに入れる必要があります。じゃあ、ここでね、白菜ってのはどんな効能があるのかってことを、ちょっと私の貧しい知識の中からお伝えしていこうかと思います。白菜ってのは実はですね、体にこもった熱を冷ましてくれる効果があるんですよ。ですんで、どちらかというと体が温まるというよりも、体の熱が外に出て、まあ、精神的なイライラを抑制する効果ですよね。で、更年期障害から来る体のほてりとかイライラ予防っていうのに結構、いいんでですね、更年期障害で悩んでる方はこれを食べましょうみたいなタイトルとかサムネイルにするっていう工夫ができますよね。その他、便秘にも効きます。白菜をたくさん食べるとやっぱ繊維質が多いですから、便秘の解消にもなりますし、利尿作用があるんですよね、白菜っていうのは。だから白菜がこの時期おすすめなんですよっていうふうなタイトルとサムネイルの作り方になって、便秘でお悩みの方、効果抜群な中華丼ですみたいなことをちょっとこう練り込んでね、タイトルにする、サムネイルにするっていうのがいいんじゃないかなと思います。それからね、むくみとかにもいいみたいですよね。ですんで、その他には飲みすぎか。飲みすぎた時とか、二日酔いの方とかね、お酒を普段よく飲まれる方ってのは、白菜を一緒に合わせると、すっきりとするみたいですよね。で、飲み会の増える年末年始、まさに冬の食材の王様、それがですね、白菜なんではないかなと思うんですよね。で、白菜の食べ合わせで注意することっていうのは、白菜っていうのはですね、だから熱を冷ます効果がありますから、白菜とあったかいものを一緒に食べることをお勧めします。ですんで、中華丼みたいなあったかいものっていうのはグッドなんですよ。それからお鍋に入れますよね。お鍋っていうのは、白菜は冷やすものであっても、その他の食材があったかいんで、ちょうどいいってことになるんですよね。で、こういうふうにですね、食事っていうのは、食べた人にどんなメリットを与えるのかってことを明確にして、何か健康で困ってる人が何を食べたらその健康に困った点が解消できるかってことをタイトルやサムネイルに入れることによって、しっかりとレシピ見てみようかなとか、しっかりと動画を見て自分で作ろうかなっていうふうな気にさせることができて、どうしてもこれを食べたい、だから今日は白菜買いに行くぞと、この動画を見て動画の通りに作るぞっていうふうなね、このモチベーションを起こすことができると思うんですよ。まあ料理の動画っていうのはたくさん出てますんで、どこで差別化を図るかというと、健康にいいというポイントをね、いつもいつもタイトルとかサムネイルで掴んでいくことだと思うんですよね。まあ、これをね、私なりのちょっとアドバイスといいますか、余計なこと言ったかもしれませんけども、私だったらこうするよというふうなね、そんな思いを込めた返信動画にさせていただこうかと思います。それでは、山ちゃん食堂の動画の方、動画説明欄につけておきますので、興味ある方はぜひご覧になってですね、中華丼ちょっと作ってみてください。白菜はとてもね、この冬の食材としては本当にキングオブキングです。白菜、私も今日はね、だいぶ食べましたけども、美味しいですよね。で、白菜の芯のところっていうのは結構硬いんで、あそこら辺は細かくね、山ちゃんが切ってるように切っていただくと、とても食べやすくって、葉っぱのことはその葉っぱの方ね、ペラペラの葉っぱの方はどちらかというとちょっと大きめに切ると、煮物とか焼き物にした時縮むんで、ちょうどいい大きさと歯ごたえになるんではないかなっていうふうに思います。それではどうぞ。